私ジーターと申します。そしてダニー、一番後ろがねハリーということでね、腰元にね横文字の名札をつけておりますが 100%生粋の日本人でございますので、どうぞお気軽に日本語で、日本語しか通用しませんので、ね、日本語でお話しかけくださいますようお願い申し上げます、なぜね、横文字の名前をつけているかと申しますと、列車内でね、スタッフ同士呼び合うときにお客様と名前がかぶって失礼に当たる場合がございますので、列車のときだけ特別な名前をつけさせていただいております。さあ、実はですね、今年3年ぶりに復活の洋食、以前はですね、フレンチアクネと申しておりましたが、今年からね、復活ということで、名前もリニューアルさせていただいて、ビストロ薬膳ということでね、7月、8月とこの2ヶ月間限定でやらさせていただいているお料理でございます。がですね、今日実は最後、ビストロ薬膳最後のでしたということになります。もうほぼね、今日も満員御礼でございました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。で、お食事終わられた方から順番にですね、デザート、お飲み物とクッキー、ラストをね、お付けしてお出しいたします。そしてね、せっかく薬膳列車をご利用いただきましたのでね、薬膳に関するちょっといいお話ができたらいいかなと私の方思っております。そしてショッピングがあり、最後はですね、皆様、桑名あたりになりますとね、1時間ほど食べて座りっぱなしでございますので、座ったままできる簡単な体操、運動をしてちょうど桑名駅に到着する予定となっておりますので、寝ようと思っても寝れませんので、その辺もご了承くださいますようお願い申し上げます。実はですね、この大垣発、この後すぐね、実はアトラクションをねさせていただきますが、そのねちょっとお話をこれから少しさせていただきます。私どもね、この薬膳列車を始めまして、今年でね、8年目に突入いたしました。回を重ねるとね、600回を突破しておりまして、お客様の数で申しますとね、3万名様以上、実は今年はね、1月から好調でございまして、年内には4万名様に到達するんじゃないかなという勢いでございます。本当にね、ありがとうございます。ですがですね、この実は養老鉄道自体が廃線の危機でございます。今年のね、3月までのお話ですとね、実はね、来年いっぱい、2017年でも廃線ですよというお話でございました。でもですね、沿線の方のね、お声だとか行政の方のお力、そして何よりね、こうやって実際にご利用いただくお客様のね、ご支援ございまして、もう少し走らせましょうというお話でございます。本当にね、ありがたく思っております。でもね、廃線の危機は廃線の危機です。で、私どももね、なんとか全国から見えるお客様に対してこの地域沿線のね、PR ができないかということで、4年ほど前から実は私ども会社がですね、この次の駅、もう間もなく到着しますが、唐津駅から実は養老町に入ります。で、会社が養老町にございまして、養老町が来年大きなイベント、お祭りを控えております。そのね、上りがですね、今日後ろの方に、つけてあるんですが、養老会源泉300年祭という上りでございます。あれね、何かと申しますとね、皆様今日ね、お土産話いくつかありますが、ここからまずお土産話でございます。今は明治の世でございますが、実は1300年前に実際に養老という年号があったんですね。その年号がついた元はですね、実は皆様ご存知ですか、養老町の一番有名なところ、はい、そうでございます、養老の滝のお話です。滝の麓に住んでおったですね